ディズニーアニマルキングダムのアトラクションは、ウォルトディズニーワールドディズニーアニマルキングダム内に設置されたアトラクションの一覧である。以下で言うアトラクションの開設日は、運営側が発表したグランドオープン日を基準としている。なお、この開設日より、前の期間にも完熟訓練や最終確認のため、事前告知せず運営を行う場合がある。また、ディズニーパークの用語に合わせ、 従業員を、キャスト、入場客を、ゲスト、アトラクションの半旗部分を、ライドと表記する。熱帯雨林の中で、オオアリクイやバビルサ、ワラビー、サイグアナなどの動物を観察できる、ウォークスルータイプのアトラクション。映画、ライオンキングの物語後、人間たちが王となったシンバにライオンキングの物語を捧げるミュージカルショー。香港ディズニーランドにも、 同じアトラクションが存在する。以前は、キャンプミニーミッキーというエリアに位置していたが、パンドラ、ワールド・オブ・アバター建設のためにアフリカエリアに移動することになった。ヤギなどの動物の触れ合うことができるエリア、マットマウスタイプのアトラクション。砂に埋もれた恐竜の骨を発掘することが楽しめる、子供向けのアトラクション。ありがとうございます。